市民が野党となる埼玉の会ということで、そしてまた私たち上尾の地域や、そしてまた桶川、北本コノスとですね、そちらの市民が野党となる埼玉6区連絡会のですね、活動を報告してですね、行きたいというふうに思います。今日は埼玉つなぐ会ということで、代表の方もですね、来られているかと思いますけれども、今もお話にありましたけれども、来年4月にですね、統一選挙が行われます。やはりこの統一選挙は岸田政権を追い込む意味でもですね、大事な選挙だろうというふうに思います。まあ、この埼玉ではですね、4月9日投票で埼玉県議会議員選挙が行われます。この埼玉県議会議員選挙はですね、大変問題の多いですね、選挙制度になっています。ちょっと資料をですね、用意させていただきましたので、見ていただけたらと思いますけれども、皆さんのところにもあろうかと思いますけど、 両面になっている資料ですけれども、4年前に行われましたですね、埼玉県の県会議員選挙、埼玉県の区割りがですね、大変問題がありまして、衆議院の小選挙区でもですね、15から16ぐらいに全県を分けてますね。ところが埼玉県議会議員選挙が52のですね、区割りになっています。そして1人区2人区が多いということで、結果としてですね、52の選挙区中22の選挙区で無投票であったということですね。それで定数がですね、議員定数が93ですけれども、このうちですね、3分の1に当たる32名の方がですね、無投票当選であったということです。ですから大変異常なですね、選挙の制度であったということで、まあ、1人区2人区が多いものですから、結局自民党がですね、大勝するという結果になりました。ですから自民党の議員さんのですね、半分近くはですね、無投票当選の議員さんということになりました。その結果ですね、そこにありますように、全有権者のですね、3分の1、200万人ほどがですね、投票できなかったということなんですね。区割りの問題とししかもですね、対立候補が出なかったという状況です。まあ、こうした問題がありますもんですから、私たち埼玉つなぐ会ではですね、やはり選挙制度の問題もありますけれども、野党が一致してですね、候補者を擁立して選挙戦を戦っていくということは大事ではないかということでですね、野党に呼びかけをしてまいりました。立憲民主党、日本共産党、そして社会民主党、それとまた新社会党ということでですね、そしてまた私たち6区、地域の6区でもですね、立憲民主党の大島さん、そしてまた日本共産党の地区委員会ということで懇談もしてまいりました。まあ、そういう中でですね、やはりこの異常な埼玉県議会議員、議会のですね、異常さについては、ほぼですね、皆さん、どこの政党も一致できた、認識できたということですね。それと合わせて1人区、2人区を含めてですね、候補者擁立には努力していこうということも確認されました。そしてまた、もう一つですね、やはり政党間の調整ということではですね、まだまだこれからという状況でした。まあ、そういう意味で、市民の野党をつなぐ埼玉の会、国レベルではですね、市民連合ではですね、市民と野党をつなぐ役割を、先ほども同じになりましたけれども、大いに進められています。この埼玉ではですね、やはり市民が野党をつなぐ埼玉の会、やはりここにですね、ぜひ力を寄せていただきたいというふうに思います。まあ、定期的にですね、会議も持っていますので、まだ各連絡会でですね、ご参加いただけてないところについてはですね、ぜひ会議にですね、代表を送っていただいて、共にですね、市民と野党の本当の意味で、共闘してですね、岸田政権を追い込んでいくという形にしたいなというふうに思います。それともう一つはですね、6区連絡会のこの間、オール埼玉のですね、提起を受けて、
鴻巣で宣伝行動を11月に行いました。大変60人ぐらいでオール埼玉からも皆さんにご参加いただいたんですけども、大変駅頭での宣伝行動が効果があるというふうに考えています。12月の上尾で80名でですね、宣伝行動を行ってまいりました。そして来年の1月は桶川、そして2月には北本ということで、各駅頭でですね、やはり大きく元気よくですね、声を出ていくことが大事だなというふうに思っています。こうした点で、今の岸田政権を追い込み、そしてまた改憲勢力をですね、少数に追い込むために、この埼玉からですね、地元から変えていきたいというふうに思います。共に頑張りましょう。